ヘンリー・コンプトンヘンリー・コンプトンは、イングランド王国、後に、グレート・ブリテン王国のキリスト教聖職者。ノーサンプトン博、スペンサー・コンプトンの罰師として生まれ、オックスフォード大学ザ・クイーンズ・カレッジに通学した後、グランドツアーでヨーロッパを旅行して回り、イングランド軍に入隊したが、聖職を志して軍から離れ、 ケンブリッジ大学入学、オックスフォード大学への再入学で職を転々としながら、生計を立てて宗教を学び、1674年にオックスフォード主教に選ばれ、翌1675年にロンドン主教に選出された。イングランド王チャールズ2世に、数密院議員に取り立てられ、名で、ヨーク公、ジェームズの娘メアリーとアンの教育を託され、 プロテスタントとして養育した。1677年のメアリーとオランダ総督ウィレム3世の結婚式も取り行っている。しかし、イングランド国教会以外のプロテスタントには寛大だったが、カトリックに対しては強硬派であり、ジェームズ2世がカトリック教徒の寛容を進めることに反発して、ジェームズ2世をいめたが聞き入れられず、1686年に、 スユミツインを除名され、翌1687年に停職処分となり、カトリックの勢力拡大に危機感を抱き、ウィリアム三世に接近していった。1688年、シュルーズベリー博チャールズ・タルボット、デボンシャー博、ウィリアム・キャベンディッシュ、ダンビー博トマス・オズボーン、ラムリー・ダンシャク・リチャード・ラムリー、エドワード・ラッセル、ヘンリー・シドニーラ6人の貴族と共に、 ウィリアム3世に招兵状を送り、オランダ軍がイングランドへ上陸、ロンドンへ進軍すると、ロンドンから案を脱出させ、オランダ軍との交流を手引きした。翌1689年に、ウィリアム3世、メアリー2世の戴冠式で王冠を授ける役目を果たし、恩賞として、スミツインに復帰した。復帰後は、アメリカの植民地に目を向け、メリーランドとバージニアに布教を進め、 メリーランドに成功会を建設、バージニアに派遣した宣教師、ジェームズ・ブレアの権限で1693年に、ウィリアムアンドメアリー大学が設立されると1693年から1700年に、学長を務め、1707年から1713年まで、再び学長となり、不況に尽くした。 アンの治世では1707年のスコットランドとイングランドの合同条約締結の委員を務めた。1713年、81歳の高齢で死去。遺産として息子ジョンにメリーランドの土地が寄贈された。また、老いのスペンサー・コンプトンは後に首相に就任している。ありがとうございます。